私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。これからをどう見据えているのか。待望の解禁となった氷川きよしの人気曲の数々をプレイリストで楽しんではいかが。氷川きよし、歌手活動休止直前の本音を明かす。自分の生き方を尊重してもらえたら嬉しい。22年年最後の日、NHK 紅白歌合戦、紅組でも白組でもない特別枠で、限界突破×サバイバーを日本全国に届け、そして歌手活動の休養に入った氷川きよし。一人の人間としても幸せを感じる場所を、気になる休養期間の過ごし方を尋ねると、海外には行きたいと思っています。アメリカとかイギリスとか、外国からいろいろ発信したりもしてみたいですね。あとは、一人の人間としても幸せを感じる場所を探したいなと思っていて、そのための時間にしていきたいかな。デビュー以来、売れ続けたがゆえに、ずっと多忙。芸能活動が順風満つるほである一方、私生活の充実までは難しかったと振り返る。まず、やっぱり個人として幸せになるべきだなとも思っていて、自分にはやっぱり自分の生き方があるから、それを理解というか尊重してもらえたら嬉しいです。たっぷりリフレッシュした後に笑顔で戻ってきてくれる日を心待ちにしています。初のベスト盤、2月2日発売。初のベストアルバム、氷川きよしベストがデビュー記念日の2月2日にリリースされる。シングル、配信を含むだけを厳選し、デビュー曲、箱根八里の半次郎から最新シングル、甲州道までを時系列のままに収録。さらには新曲も2曲収録された全43曲。気になるジャケット写真は次号でお披露目予定。人は誰だって変わるものだから。限界突破×サバイバーが SNS バズった19年年以降は曲のジャンルにこだわらず自分の心に素直に次々と新たな一面を披露し輝き続けてきた。人って変わるものだから。誰だってそうですよね。変わらない安心感というのももちろんいいけど、変化があった方が新鮮で楽しいでしょ。でも、どうしても氷川きよしには従来のイメージがあるから、今後の活動が限られてしまうとも思っていて。だから極端な言い方かもしれないけど、一回リセットするしかない。そんな風に考えての休養というか、歌手活動の休養を発表したのは22年年1月下旬。この1年はさぞ特別な時間だったのでは？長かったですね。もう一頑張り、もう一頑張りというか、休養期間は決めてはいないが、アーティストとして活動意欲は高まっている。次にやりたいことがいっぱいあるので、ちゃんと自分で作詞したり作曲したりして曲を作りたい。自分が着る衣装を含め、アーティスト性をもっと高めたいと思っています。長らく曲の主人公の心情を理解し、演じるように歌ってきたが、近年はキーアイナマーキーホーダー、魔法にかけられた少女、や、ファーザー、などの作詞を手掛けている。演歌は主人公がいて五行詞で表現する世界観を大切に歌う良さがある。一方で、自分で書いた言葉の曲は自分が伝えたいことだから歌った後に、やっぱり達成感があります。ちゃんと腑に落ちるというか。だから、これからは歌手として、表現者として、自分が思っていることも正直に歌にしていけばいいのかなと思っていて、23年間、歌謡界の最前線を走り続けた演歌界の貴公子、年年にデビューしてから23年、休むことなく歌謡界の最前線を走り続けてきた。そんな自分自身を褒めたい気持ちもあるのでは？そうですね。自分が思っていた以上にやってきたような気はします。求められるまま、その線路の上を歩いてきたような、唯一無二の演歌界の貴公子としての活躍は誰もが知るところ。高校生の時は演歌志望ではなかったけど私が歌うことで喜んでくれるなら頑張って歌っていこう。その気持ちが原点だと思っています。喜ばれることが嬉しくて、その期待に応えようと努力して、プロになって、
氷川きよしがここまでやってこられたことに心から感謝しています。ただその中で自分がやりたいことをやってこなかったことに40歳過ぎてから気づいたというか、氷川きよし、きよしのずんどこぶしなど589曲を配信。サブスクリプション型、定額制、音楽配信サービス、あわは、2022年11月30日に氷川きよしの全589曲を一挙配信開始した。今回、配信開始された作品は、デビューシングル、箱根八里の半次郎をはじめ、第43回日本レコード大賞、金賞を受賞した、大追っかけ音次郎や幅広い世代から愛される、きよしのずんどこぶしなど、未配信がらき曲589曲。あわでは、楽曲配信を記念して、人気作品をまとめたプレイリスト、氷川きよしのクラシックスを公開。待望の解禁となった氷川きよしの人気曲の数々をプレイリストで楽しんではいかが。近く、氷川きよしのクラシックス、一部掲載。01、きよしのずんどこぶし。02、限界突破×サバイバー。03、箱根八里の半次郎。04、白雲の城。05、虹色のバイオン。06、大追っかけ音次郎。07、桜。08、三味線旅が出す。09、男の絶唱。10、きよしの騒乱節。11、母。12、満天の瞳、星。13、バンバの中太郎。14、ゲゲゲの鬼太郎。15、星空のあきこ。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。